こんにちは、ゲームギークです。今回はヴァクシーから発売されているアウトセット AX というエルゴノミクスシェイプのゲーミングマウスです。手を斜めにして持つチルトグリップに適しているとされていて、縦方向に動かしやすいという触れ込みですが、高さとグリップ幅に対して全長が短めなので、確かに前後方向に動かしやすいって感じしますね。カラーとコーティングはマットブラックとグロスホワイトの2つのパターンがあって、見た目で選んでもいいですし、自分の手に合うものを選んでもいいです。同梱物はマウスのみ。他には紙物を含めて一切何も付属しません。ヴァクシーのマウスシリーズは値段がそれなりに安く抑えられていて、アウトセット AX も税込み6990円と安めです。付属品を追加して値段が上がるくらいならこのままキープしてほしいところです。左右非対称で右側へ傾斜しているエルゴノミクスマウスです。同社から発売されている次元 NP01 っていう絶妙に左右対称とエルゴの中間みたいなシェイプのマウスに続く製品なんですけど、こちらはがっつりエルゴって感じです。コーティングはマットタイプですが、 NP01 みたいに反射のあるタイプじゃなくて艶消しされた黒です。 NP01 は結構サラサラして滑りやすいんですけど、アウトセット AX の方は結構グリップ力がありますね。マットは手が湿っている人向けで、手汗をかきにくいドライハンドの方はグロスコーティングのアウトセット AXG っていう白い方が手に馴染むかもしれません。これは NP01G っていう NP01 のグロスコーティングタイプなんですけど、結構ツルツルしています。どちらが手に馴染むかはやっぱり個人差があると思います。サイズは実測で長さが 117.1mm、 グリップ幅が 59mm、 高さが 43.1mm でした。グリップ幅と高さがあるのでフィーリングは中型サイズってところです。正面から見るとマウスの右側がかなり傾斜していることがわかります。左サイドはくぼんでいますが、右サイドは外側へ飛び出ていて、右手をダラーンとリラックスさせた状態でそのまま持ってみると自然で気持ちいいフィット感が得られます。個人的にはこのシェイプめちゃくちゃ好きなんですよ。すごく使いやすい。このマウスはチルトグリップに適しているとされますが、このチルトグリップっていうのは要するに斜めにマウスを持つことですね。まっすぐ持つのがフラットグリップだったら、こんな感じで手を右に傾けてマウスを持つのがチルトグリップです。まっすぐ持っているつもりでも無意識に角度をつけてマウスを握っている人って結構多いんじゃないかなと思うので、特にそんなに小難しく考える必要はないと思います。このマウスはかぶせ持ちが一番適していそうです。さっきも言ったんですけど、手の力を抜いてリラックスした状態でそのまま手を乗せるとちょうどいい握り心地になります。全長は短めなんですけど、高さとグリップ幅があるのでフィット感はかなりいい感じです。掴み持ちは左のくぼみがそこまでカーブがきつくないので握りやすいし、そこそこフィット感があります。つまみ持ちはシェイプにあまり左右されないんですけど、高さもグリップ幅も結構あってちょっと使いにくいかも。もっと小型で軽いマウスの方がおすすめです。重量は実測で 78.3g でした。そんなに軽いとは言えませんが、重すぎるということもありません。ビルドクオリティはそれなりにいいです。トップシェルはいくら強く押してもびくともしませんが、サイドは押し込むとボタンが反応します。とはいえかなり強く押さないと反応しないので、普通に使う分には問題ありません。高性能なピクスアート PMW3389 センサーを搭載していて、最大 DPI は16000です。 LOD は 0.9mm でした。このマウスはボタンを組み合わせることで LOD の長さを変更することができます。ただしデフォルトで T になっているので基本的には変えなくてもいいです。変更方法はブログの記事に載せているので、気になったら参考にしてみてください。記事へのリンクは概要欄に貼っておきます。マウスフィートは 100% PTFE で滑りは結構いいです。エッジの丸め処理は丁寧ですね。 NP01 は標準マウスフィートが 0.45mm とちょっと薄いやつだったんですよ。別売りされている 0.6mm をデフォルトにしてほしいってずっと思ってたんですけど、今回からその 0.6mm が標準になりました。これはありがたい。やっぱりこれくらいの厚みは欲しいですね。ではマウスのクリック音を聞いてみましょう。マットなトップシェルとは素材が異なっていて、ボタンはややザラついた表面をしています。材質は NP01 と一緒ですね。フワの 60g が採用されていて、クリック感はやや軽めでストロークは普通。 NP01G と同じように少しプリトラベルとポストトラベルがありますけど、パキッとした感覚でとても押し心地は安定しています。サイドボタンは外側にしっかり飛び出しているタイプ。押し心地固めで跳ね返り強めです。プリトラベル、ポストトラベルともに少なく確かなフィードバックがあります。
本体のシェルと同じ艶消しコーティング、回転の1目盛り分が幅広いタイプのスクロールホイール、1目盛り分がしっかりわかるタクタイル感強めの固めな回し心地、音はガリガリとうるさめ、これは個人的に好きじゃないです。ホイール自体がマウスに深く沈み込んでいるので、回すときに手前側に指が当たっちゃって単純に回しにくいです。このマウスはソフトウェアのないドライバーレスタイプなので、全部の設定をマウス本体で行います。底のセンサーすぐ下に3つのボタンが並んでいて、それぞれ左から DPI、ポーリングレート、クリック応答速度の設定となります。 DPI は400、800、1600、3200の4パターンから選べます。 LED のカラーによって見分けがつきます。ポーリングレートは125、500、1000の3パターンから、何もなければ標準の 1000Hz で良いでしょう。クリック応答速度は 2mm、4mm、8mm の3パターンから、人によって使いやすいと感じる速さは異なると思いますので、いろいろ試してみるといいと思います。ちなみに 2mm にした場合、マウスを強めに叩くとクリック誤爆が発生します。マウスを激しく動かす方は 4mm 以上の方が安心かもしれません。芯のある太めな布巻きケーブル、固めで取り回しはあまり良くないです。 NP01G の時に少し細くなって改善されたかと思ったんですけど、太いです。マウスバンジーはあった方がいいです。ブッシュは若干上向きなので、マウスパッドとの干渉を過度に心配する必要はありません。ここまでバクシーアウトセット AX のレビューでした。いいところ、マットかグロスか選べるコーティング、かぶせ持ちにフィットするエルゴ、クリック感のいいマウスボタン、PMW3389 センサー搭載、完全ドライバーレス、値段はリーズナブル。いまいちなところ、ホイールはうるさい、ホイールが回しにくい、ケーブルが硬い、ソフトがないので微調整はできない。NP01 とは違って左右対称感は全くなくて、しっかりエルゴシェイプです。全長は短めだけど、高さやグリップ幅があるため小さいとは感じません。かぶせ持ちのフィット感は抜群で、めちゃくちゃ握りやすい、シェイプ超好きですね。バクシーマウスってクリックがかなり使いやすくて押し心地もいい印象なんですけど、このマウスもご多分に漏れずいいです。ホイールの音とかケーブルの硬さとか気になる点もありますが、マウスフィートの厚みが 0.6 ミリになったこととか、好ましい改善もちゃんとあるのは評価できる部分。値段は十分リーズナブルですので、ライティングとかいらないからパフォーマンス重視で持ちやすいマウスを探しているならおすすめです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。他にもデバイスレビューをいろいろ投稿しているので、よかったらチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で。